おお勇者、そなたが来るのを待っておったぞ。伝説の勇者の子孫よ。その昔、お主の先祖は魔王を倒し、世界に平和を取り戻してくれた。しかし、また魔王は復活し、この世は闇に包まれた。どうか魔王を倒し、平和を取り戻してくれ。なんだろう。まず、オイラが仮に勇者の子孫だからって、魔王を倒せるっていう発想をやめてもらってもいいですか？先祖というか、曽祖父というか、ひいおじいちゃんが勇者って言うんですけど、もうここまで来るとほとんど勇者の地位薄れて、一般市民みたいなもんなんですよね。それはすまない。しかし、もうわしらは伝説の勇者の子孫のお主を頼るしかないんじゃ。それってあなたの主観ですよね。勇者の子孫だから倒せるって、なんかそういうデータあるんですか？しかしの我が兵は城の防衛で手一杯、魔王討伐の人でもないんじゃ。どうか力を貸してくれんか。都合のいいことを言うのをやめてもらってもいいですか？国を守るための兵役と魔王を単身で討伐しに行くリスクって、明らかに後者のリスクの方が高いですよね。自分の兵を減らさず勇者として都合よく祭り上げて、ダメなら使い捨てとしか思えないんだよな。わかった。お主にはもう任せぬ。好きにしたらよい。いや、行かないとも言ってないんですけどね。いや、めんどくさいな。